ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムはドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。今日の収録は雨模様ですね。そうですね、うん、まあ、放送日はどうか分かりませんけどね。はい、そうですね、はい。今日はね、はい、大黒屋食堂、はい、春の三大イベント、はい、ラスト。ラストですか。もうあと残す1回なんです、はい。なのでね、出演される、はい、マダムヤンバンド、はい、のお二人にお越しいただいております。はい、ね、じゃあどんなお話が聞けるのか楽しみですね。はい、うん、なんかね、収録前にちょっとつぼっちゃってね、本編に入るのに、ね、笑い声がね、笑うのがこらえるの大変でしたね。そうですね、はい、多分本番中も笑うことがありそうな予感がものすごくします。はい、はい、それではマダムヤンさん、フーリさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。マダムヤンです。よろしくお願いします。自己紹介からお願いします。はい、じゃあ私から、はじめまして、マダムヤンと申します。ちょっとふざけた名前かと思うんですが、今、弾き語りをちょっと休止してバンドスタイルで今年からやっていこうと思ってやっているところでございます。はい、改めましてお願いします。はい、はい、皆さんはじめまして。テンション低いな。テンション元気出してテンションあるよこれは母国語じゃないからフリアンと申します。コロンビアから来て、まあ、今留学してるところなんですけども、はい、メインは作曲なんですが、はい、まあ、今コントラバースをやってるこういうマダムヤンバンドですごく嬉しいですういう、はい、よろしくお願いします。お名前が今多分、え、あれフーリさんって言ってなかったよねって皆さん思ったかもしれないんですが、マダムヤンさんが勝手に呼んでるだけです。そう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 実はスペイン語 で, でもかっこよくない。そう、スペイン語で省略と同じだと思います。名前はフリアンだけど、フリアン、スペイン語でそういう省略はフリ、フリになっちゃうから、フリ、フリと、フリンだと、そうそうそう、日本語だと不倫関係みたいな。あ、なるほど。なんか何ですか。フリ、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 はい、はい、かっこいい名前です。かっこいいですね。じゃあ、お二方それぞれ音楽との出会いはいつぐらいに、どんな感じでこうバンドやろうとかアコースティックやろうとかっていう風になったのかなっていうところ。この収録は、はい、30分弱ですよね。そうですよ。あ、いっぱい喋りたいから、ね、いやいやいや3日未満喋り続けます。いやいやいや、ショートカットして、ショートカット、はい、ショートカットしますと、出会いは小学生の低学年の時かな、はい、お姉さんがいまして、私の姉がいまして、はい、姉が結構音楽が好きで、まあ、母親も毎日ラジオ聞くぐらい音楽好きで、はい、父親もギター弾いてたのかな、うん、で姉も音楽好きだったんで、なんか CD をいろいろ買って、その時 CD じゃなかったのかな、 MD とかかな、なんか買ってきたやつを、はい、勝手に聞いて、はい、なんかテレビでバンドを見て、あ、ギターってかっちょいいと思って、なんかボーカルよりもギターの方が私はすごく憧れが強くて、はいはい、それで中学生の時にこっそりバンドを組んだりもして、で今に至ります。なるほど。あれ、ショートカットしすぎました。いや、まあとりあえずまあ後でなんかちょっとほじほじしますね。はい、ほじってください。はい、ふうりさんは音楽のきっかけ、はい、
まず13歳の頃は、まあ、結構あのグランチが好きだったので、アメリカの、まあ、音楽だったので、あのニルバーナ、ニルバーナ、ド定番。そうそうそう、そういう頃は特にベースを聞きました。私はい、この音はかっこいいと思ってた、やりたいと思ってたけど、お父さんはすごく反対捨てて、はい、ちょっと喧嘩しながらベース買ってくれるっていう、はい、質問をすごくやりましたから、まあ、1年かかって、はい、そういうベースもらって、はい、そういう道を始めましたけど、ベースウッドベースですか？違います、あの最初は、最初は、まあ、エレキベースへえ、なんか面白いね、はい、それぞれね、うん、なんかウッドベース弾いてるから その中でニルバーナが出てきたって感じだね。今度やりましょう。面白いなって思います。それでね、はい、マダムヤンさん大阪出身ですか？あ、そうです。生まれも育ちも大阪ですね。あ、なるほど、はい、あのバークレー、はい、バークレーで勉強したっていう、あのまあ、その言い方をすると完全に卒業したっていう感じになってしまうんですけど、フーリーは卒業したの？そうすごい。彼は本当にちゃんとあの頑張って、そう、奨学金をもらったのかな。そう、でも作曲の方だったよね。作曲ウッドベースはまあ独学で。あ、へえ、そうなんだ。まあ、私もあのやっぱ日本で有名な音楽大学といえば、ね、はい、この大学なんで、うん、私はバークリーって呼んでるんですけど、ああどっちでもいいんですけど、はい、そのバークリーオンラインっていうのがあって、うん、なんかもともと私別 の資格というか、あのなんか勉強のオンラインでアメリカの大学の MBA を勉強してて、その流れで、はい、あ、オンラインで勉強できるんだっていうのを知って、でバークリーのオンラインがあるっていうのを見て、はい、でギタープログラムのあのサーティフィケーションって言って認定証がもらえるコースがあるっていうのを見て、はい、8科目頑張って仕事の合間取って、はい、晴れてこうなんか証書みたいなのもらいました。はい、あの私も音大は出てるんですけれども、すごい、そのいや全然そのバックで出てるかい出てないまあでも勉強されたからね、君たちね、はいはい、俺なんて、ね、音大出てますよね、専門学校除外ですからね、はい、除外ですから、何をやらかしたんですかいやいや、そのギターで8科目ってどういう科目があるんですか？はい、あ、でも、まあ、基礎は音楽基礎、その譜面の書き方とかそういうのがあって、音符とか何調調が何みたいな、まあ、はい、あの英語ですけど、はい、あのそういうのがあって基礎があって、うん、で他は、まあ、自由に組み合わせができるんですけど、アコースティックギターだったりファンクギター、ブルースギター、はい、あとはリズムとか、あとなんだ音の作り方とか、はいはい、あのエフェクターをどうやって使うかとか、はいはい、まあ、あと短いやつで作曲のクラスがあったりとか、なんかいろいろありましたね。あ、そうなんですね。いや、私自分の音大にはギターかみたいなそういう気学のはなかったので、うん、どういう勉強をするんだろうっていう、まあ専門学校は結構あると思うんですけど、バークリーってすごいですね。いろんな、いや、いろいろ、だから他にもあの音楽ビジネス、ショービジネスの科目があったりとか、はいはい、ビデオゲーム音楽もあるし、そうそう、ビデオゲーム、ね、ゲーム音楽もあるし、 あ、はい、あと、ね、まあ、映画音楽も、まあ、やってたし、コースマーケティングとかね。あ、マーケティングもあるんですか？自分の売り出し方みたいな。へえ、面白そう。いろいろあるんですね。あります。ぜひやってみてください。いや、無理です、でフーリさんは作曲、なぜ作曲だったんでしょう？それは、まあ、あの奨学金のせいで、せいでじゃない、おかげででしょなんか言い方があれでも科は最初自分で選択しますよねそう、自分で選択したかったことは、まあ、特に演奏だったけど、はい、まあ、そこまでできなかったので、まあ、専門はそういう作曲をやってみようと思ってた。奨学金出した人がもう返せって思ってるだってなんか作曲家が一番難しいと思うんですよね、うんうん、全ての楽器の音とか分かっていて、もう指揮者もできちゃうぐらいだし、うん、っていうね、あ
のスコアを書くわけですよね。理論も必要し、理論ね大嫌いでしたけど、今となったらもっとちゃんとやっとけばよかったと思うんですけど、あのスコア譜なんだもん、よく音がこうふわーって出てくるんですか。ちょっとそういう方もあるし、あと楽器をやりながら、はあ、まあそういう音楽出るし、いろんな方法がありますけど、うん、主にそうオーケストラとかも作るんですか。オーケストラは特に勉強しました、ね。今度聞いてみたいね、まあいいYouTube ビデオはあるけど、あ本当ですか、うん、大量にいますよ YouTube の中に、動画が皆さんね、ぜひ聞いてみて、フーどう検索すればよろしいですか。まあそれローマ字で書いてるけどどうしよう。ローマ字結構長い名前持ってる私は。あそうなんですか。あれじゃあなかなか難しいな。あとでもしあのマダムジャン連絡したら、はい、まあそういう YouTube ビデオで、はい、リンクをたくさん持ってます私。最初の、はい、出会った時に大量のリストがボーって送られてきて、この人やる気だなと思って。そもそもお二人は何で知り合ったんですかね。Facebook ですね。でなんとなくそうお互いの音楽を聴いてっていう感じですか。あの Facebook のグループで、東京外人バンドっていうのがあって、東京にいて外人でバンドやりたい人が、もしくは外人の人たちとバンドやりたい人たちが集ってるグループがあるんですけど、そこで私があの誰かあのやってくれませんかって言ったら、僕やりますって。そういうのあるんですね。いろんなのあるんですね、Facebook でそういう、ね、面白いに初めて知りました、それで風里さんは今日本の芸大ですか。まあ、芸術大学で。そう、来週からです。来週から、来週からです。来週からですか。なんと日本の古楽器を勉強しに来たと。そうですよね、まあ、そうですね。まあ、あの研究なんですけれども、あの作曲のためにそういう古代音楽、雅楽っていう日本の伝統音楽を、はい、あのそういう様式とか、はい、それを学ぶ、まあ、予定がありますけど、希望があります。雅楽は独特ですもんね、やっぱり日本の文化でもあるし、あのさっきそのマダミアンさんが雅楽、古楽器って言えばって言って私に、こういうやつって言ったのが面白かったです。もうラジオだから絶対伝わらないんですけどね、あのボエーっていう音の口の前にあのなんか教会のオルガンのパイプのちっちゃいやつがついてるみたいなやつ、ショーですね。そうで、私とあの大黒屋の岩佐マスターはすぐショーって分かったんですけど、すごいですよね。俺分かんないよ。いや分かるよ。なんかあのそのボエーかどうかちょっと確かにあの教会のような音色は出ますよね。パイプオルガンのあの、はい、でっかいやつがちっちゃくなったみたいな、実はそういう経験は初めてはバークリーだったって。私日本から来てあの雅楽楽団っていう、はい、なんだっけ、田の団に、まあ、忘れちゃったけど、まあそういう雅楽楽団来てすごく驚きました。こういう音楽は結構あの未来的だと思ってます。なんかすごいあのそういう和音がすごい不思議だと思って、それ知りたいなと思っています。で日本に行こうと決めました。あすごい、それきっかけなんだ。それきっかけ、衝撃的だったんですね。日本でもそういう、ね、演奏される方って本当少ないと思うんですよね、そういう楽団って。厳しい世界だ。結構知らないですもんね、あの、うん、そうそうそう、日本に住んでてもやっぱりお抱え的なあの宮内庁とか、うん、そういうところでやる方とかも、皇族のためみたいな、でまだ音出ないですしね、ショーも多分そんな簡単には出ない、あの尺八とかも出ないじゃないですか。まあ要するにフルートとかもそう出ないじゃないですか、西洋の音がね、唇に、全然私は唇が全然薄い人がいいって言いますよね、フルート。じゃあ私も無理だ。いや分かんないですけどまあいっか。さて、はい、ここでちょっと1曲挟みましょうか。はい、ですね、はい、なんとあの前に出演していただいたデルタ兄弟さんの、はい、
曲をアレンジしてるのをおかけしたことあるんですよ、はい、CD で。そうですね。あで、はい、今日はそのなんと生演奏版なんですけど、はい、何がきっかけでそのカバーしようとかってなったんですか？そうですね、あの私結構ブルースとかあんまりよくわからなかったんですけど、なぜかブルースの人とご一緒することが多くて、まあ一応曲がりなりにも女性で歌を歌っててみたいなことで、きっとちょっとなんか箸休め的な感じで呼ばれるのかわかんないんですけど、はい、うん、でその中の一人というか一組でデルタ兄弟さんっていう方々がいて、私はすっごい大好きだったので、はい、まあ、普通にライブ見に行くぐらい、はい、あの好きだったんですけど、うん、それでなんか仲良くなって、で自分では絶対ブルースの曲はできないけど、人の曲なら できるかなって、なるほどね、あの作曲はブルースの曲は作曲するのは難しいけど、人が作ってるやつを勝手に、はい、勝手にあのやるのは大丈夫かなと思ってやったんですけど、はい、やっぱすごいスローテンポでやられてて、でん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 
くような声で、あのキング二郎さんが歌っていて、はい、っていうのはそのままは無理だなと思ったので、まあ、あのテンポをちょっと変えて、はい、自分があの自分らしく歌えるようにアレンジしましたという感じですね。はい、はい、それではお聴きください。働け。仕事やだなぁと思っている人も多いのではないでしょうか。そんな皆さんに捧げます。働け。働け。馬車馬のように働け。ボロ雑巾のように。あうううあうう働け。焼けたこの街で働け。重い足引きずり。太るからな。玄米なら太らないよ。ミネラルも豊富だし。歯に挟まるからな。昆布好きにすれば挟まらないし美味しいよ。川越米って川越で作ったお米のことかな。金広さんも生産してるんだよ。そうと聞いては食べたくなってきた。買いに行ってくる。
全国どこからでも注文できるからね。金広です。川越のお米の五つ星マイスター金広。ナックルヘッド最新作鳥人、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで。ナックルヘッド鳥人、ナウオンセール。今月から新しいミニコーナー、教えてほしい情報&豆知識コーナー。このコーナーでは株式会社第一コーポレーションとグループ会社にいらっしゃるスペシャリストをお迎えして、情報や豆知識を教えていただくコーナーです。今月は株式会社リライフよりケアマネージャーの林元美さんにお話をお伺いいたします。はい、よろしくお願いします。川越市の居宅介護支援事業所でケアマネをしております林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回はですね、施設について教えていただきたいと思います。はい、施設はですね、まあ、ちょっとかなりいろいろと複雑だったりするので、はい、まずは、介護保険サービス で利用できる公的な施設、うん、はい、はい、介護保険施設っていうものですね、はい、3種類あるんですけれども、はい、まあ、その説明をしていきたいと思います、はい、はい、まず一つ目ですね、特別養護老人ホーム、よく聞くと思います、はい、市内にも結構たくさんありますよね、はい、はい、ここに入れる方は、はい、要介護3以上の方です、はい、はい、で市町村が認めた要介護 1,2 の方も可能なんですけれども、はい、まあ、市町村が認めた方だけになりますね、はいはい、でこちらの施設は一度入居すれば就寝で介護を受けられます、はいはい、でまず民間が経営している、はい、有料老人ホームいっぱいありますけれども、うん、はい、そこよりもまず費用がとても安いです、うん、はい、それで、そのためにですね、はい、安いので入居待ちのその代わり期間が長くなりますね、はい、はいはい、であとは特徴としては、はい、やはり要介護3以上の方なので、はい、積極的なリハビリとかはちょっと期待できないし、はい、あまり望めないです、はい、リハビリしてほしいって言ってもですね、はい、個別のリハビリとかはあまりやってないところがほとんどになります、はい、まあ、ですけれどもレクリエーションとか、うん、季節の行事とか、はい、そういうのはそれなりに充実しています、はいはい、あと看取りもできるところがかなり増えてきましたけれども、はい、看取りまで希望されているのであれば、はい、まあ、ご家族がどこの施設も申し込みに行くと思うんですけれども、看取り加算というのを算定しているかどうか、はい、確認した方が良いと思います、うん、はいはい、まあまあ、加算を、ね、算定しているところはですね、はい、そこで まあ、あまりこう医療機関にこう入院したりとかしないで、はい、そこで看取れるというような体制を整えてるって思ったらいいかなって思いますね、はいはい、まあ、お医者さんは常駐していないので、はい、持病はあるけれども、病状は安定していて、うんうん、医療ケアは必要ないけれども、はい、夜間も介護は必要であるといった方に、うん、はい、まあ、おすすめかなって思います、はいはいはい、よくわかりました。ですね、ではもう一つですね、はい、ですね、二つ目の介護保険施設なんですけれども、はい、介護老人保険施設って言います、はい、なんか介護保険施設と介護老人保険施設って、はい、とっても似てるんですけれども、はい、うん、まあ、ここはですね、要介護2、要介護1以上の方入所が可能です、はい、それで、在宅復帰、在宅療養支援の拠点となる施設と位置づけられております、はい、リハビリ専門職の配置が義務付けられているリハビリ支援が主な目的の支援になり、施設になります、はい、ですから入居期間はおおむね3ヶ月から半年、うん、
はい、だから長くは入居できないですね。リハビリを目的として、うん、在宅復帰を目的としている施設ですね。はいはい、で、ですね、まあ、ここでちょっと注意が必要なのは、はい、ですね、医療費が施設の利用料に、はい、入っているんですよ。ですから、医療保険が使えない、ちょっと分かりづらいかと思うんですけれども、はい、お薬代とかですね、はい、そういうものは施設が出すんですね。ですから高いお薬を飲んでる方とか、はい、お薬をいっぱい飲んでる方は、はい、施設がかなり損してしまうので、お薬を減らさせてくださいとか、ジェネリックに変えてもらえますかとか、はい、あともうジェネリックがない、はい、薬価の高いお薬を飲んでる方は最初からちょっと入れない場合もあります。あと月に1回注射をしてるとか、はい、そういう方についてはですね、難しいかなっていうところがあります。まあ、特養待ちで、まあ、あの病状が安定してればですね、はい、通常より長く預かってくれるような施設もありますけれども、はい、ちょっとそういった特徴があります。はい、まあ、リハビリ目的の施設と思っていただければと思います。はい、よくわかりました。はいはいはい、これね、また次回も続きます。今日はありがとうございました。株式会社リライフケアマネージャー林元美さんによる豆知識でした。じゃあ後半戦いきましょうか。はい、なんか全然違いますね、ドライブ感があって。ドライブ感があって、あの前に CG で聞かせていただいて、はい、確かラジオでも流したのよね。はい、それともまた全然違いました。生だからですかね。そうですね、まあ、ドラムも今日はあの来られなかったのでっていうのもありますが、はい、はい、またちょっとね、生でやるとテンションが上がるというか、ウッドベースとね、はい、エレキギターか、はい、ね、まあ、フルアコですね、うん、フルアコースティック、うん、エレキみたいな、はい、ね、ちょっと私ね、ごめんなさい、ギターのこと大丈夫です。ギターは全然分からなくて、うん、年ちゃんも何もね、はい、そこら辺しか分かんないからね。ボエが分かったから大丈夫です。知識があるという、確かになんか普通のアコギっていうかエレキよりはちょっとなんかすごい大きいんだなって、ボディが大きいなと思って見てたんですけど、はい、なんかね、良かったよね、そのウッドベースとの感じが。それがね、大黒屋食堂で生で聴けるっていうのを聞いたらね、すごい、いいなって思いまして。どう？いやー、なんか迫力ありますよ。うん、ありがとうございます。俺自身もですね、あの、なんだろうな、あのそのフルアコと、うん、ウッドベースっていうその関係っていうのがやっぱすごい好きで、ただなんかロカビリーチックではないですもんね。ロカビリーチックではないなと思って、うん、どっちかというと、うん、ロック色のが強いなっていう、うん、だそんでドライブ感があるからすごいかっこいいなって思いました。まあ、かっこよかったですね、うん、すごく良かったです。何か曲に対して作るときにこだわりみたいなのありますか？こだわりは、私は歌詞ですかね。はい、歌詞と、あとずっと弾き語りをやってたので必ずベースラインを弾いちゃう。イメージが、まあ、はい、結構あるので、なんかベースの人はやりづらいだろうなと思いますね。わかります。ちょっとだけですけどね、私たちもギターアコギと鍵盤でベースがいないので、私が左でベースをずっとやってるので、うん、ベースの方が入ると、まあ、ルートしかやらないベーシストは無理ですね。そう、うん、私が弾いてるからっていうなっちゃう、はいはいはい、だから歌えるベーシストじゃないと、うんうん、大事ですね、っていうね、ありますよね。うん、でも、うん、それを踏まえて演奏しないできる人じゃないと一緒に演奏したいと思わねえんだって俺の中で思うんですよね。だからすごい聴いてて本当心地いいんですよね、そういうのが、うんうん、そうですね。ラッキーでした、フーリ君がフェイスブックやっててあとコロンビアから来ててちょうどやりたいって思った時に、私もラッキーだ。いや本当にそのフェイスブックで、あのやりませんかって言った時に、ちょうど今週の水曜日に日本に行きます、うん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 、そうそう、すごいタイミングが。あのコロンビアはどういう曲が流行ってるというか、どういう感じなんですか？まあ多様性
の民族の国だから、はい、いろんな音楽は聴けるけど、うん、まあ、特にアメリカの音楽も有名だし、はい、まあ、伝統的な音楽もすごい、まあ、いろんな種類があります。本当に黒人の音楽とか、はい、あのなんだっけ、原住民の音楽とか、スペインの音楽から来た音楽とか、はい、いろんな種類もありますけど、本当に大事。ちょっとあんまり想像ができなくて、前あのちょっと自分のピアノの生徒がスペインの、あのペルーに、スペインじゃないですね、ペルーに、あのお父様の仕事の関係で行ってたことがあって、必ず女中さんっていうかお手伝いさんっていうのがお家にいるとか、それはお金持ちなんですかね。わかんないです。ペルー事情は全くわからないです。まあペルーにもあのそういうアンデスの音楽もあるし、あと黒人の音楽もありますけど、はい、すっごく面白いと思います。アンデスの音楽ですね。アンデスいいですね。そうそうそう、アンデスいいですね。アンデスね、私もなんか今ちょっとアンデスいいです。アンデスいいなってちょっと思っちゃいました。だからって今歌えと言われたらちょっと音楽ちょっとイメージ。コンドルが飛んでいくじゃないですか。でも本当にそうなんですかね。レレ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 レ知ってるでしょ。大好きですよ。切ない。ねえ。やっぱり風景ですかね、向こうの。そういうイメージが来るんですよ。確かに。なんかしみりしちゃってますけど、本当なんか魂が飛んでいくみたいな。コンドルが飛んで、コンドルと一緒に魂までいなくなっちゃった。いや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 。あのね、なんだろうな、二人でやって、まあ三人でやってるんですよね。あのそうですね、はい、なぜ一人で、はい、あのソロでやっててバンドでやりたいっていう気持ちになりました。寂しいからですかね。友達が欲しいからですかね。またそんなことない。わかる、わかりますよね。いやでもこれマジなんですよ。なんかギター弾いてる人とかで弾き語りの人って、あのこれ私調べで超偏見なんですけど、あとギターがめっちゃ上手い人とか楽器上手い人って友達少ないんですよね。あの、まあ、家にこもって練習ばっかりして曲作ってなんか誰とも会わずにみたいな、なんかそれを別に一人でもやれるし、一人の方がぶっちゃけライブも呼んでもらいやすいんですね。はい、いろんな面で、確かに、あの身軽だし、小回り聞きますもんね、なんですけど、ちょっと10年以上やったので限界を感じてたっていうのもありますね。なんかこれ以上やってもなんか変わらない気がするのと、あと60歳になったらワールドツアーに行ってグローバルバンドを組みたいって思ってたんで、そう、まあまあ、だからかっていうとあれですけど、まあ、コロンビアからね、わざわざね。あ、なるほどね。助っ人外国人が来てくれたんですけど、そう、なんかちょっと海外目線になりたかったっていうのもありますね。あ、なるほどね。永瀬はずっとバンドでやってて、でクビになって一人になってずっと一人で活動してた時に私と出会ったんですね。気がつくと俺クビになるの多いね。なんかそうだね。今日3回聞きましたね。なんかだけど、なんか辛い辛いって言ってました。一人でずっとあちこちのお店でやるんですけど、何が辛かったのかしら。いや、なんだろうな、俺もともとほら、まあロックバンドやってて、どっちかっていうと楽器持たないタイプの人で、フロントマンだ、そんであの楽器っていうか物投げたりそういうのは得意だったけど、楽器弾くのは得意じゃなかったんですよね。楽器弾くよりまあダイブするとか物投げる、そっちの方でしたね。何度も弾きました。あの楽器をね弾くっていう自分自身にあの曲を作るためにギターはあるもんだって俺はずっと認識してたんですよ。まあ、俺は歌を歌ってたから、だからあのギターを背負った時にすごく自分自身が切なくなったっていうか悲しくなったっていうか、すごい落ち込んでました。ギター弾けないからで、その説得するのに2週間ぐらいかかったかしら。そんなに。すっごい落ち込んで。落ち込みましたよ。なんかここの永瀬の上だけ雨が降ってるような感じでした。弾けないんだ、弾けないんだって。その2週間だけ梅雨。まあ未だに弾けないですけどね。その通り。はい、さて、お、すごい、もう早いな。
もう8年前に時間来ちゃったんですけど、本当ですか、ちょっと、告知をお願いします。はい、ライブ告知ということで、大黒屋食堂さん、まあ、今ここも大黒屋食堂さんで やらせていただいてるんですけれども、はい、5月の26日に、こちらのお店でやらせていただきます、3ピースで、やろうと思っています。はい、そして、オープニングアクトは元デルタ兄弟の、お二方が在籍してらっしゃるザ・シクスティナインズという、バンドが、一緒にやってくださいます。皆さんぜひお越しください。時間は大体何時くらいですか。7時オープン、5時オープン、6時始まりでございます。はい、はい、ね、ミュージックチャージはいくらでしょうか。3000円ですね。3000円ですね、はいはい、いつもの3000ですね、はい、いつもの、はいはい、ポッキリ、はい、ご飯も美味しいし音楽もすごく楽しいし、ね、多分今日ね演奏聞いてすごく伝わったと思うんですが、はい、あと1曲、そうですね、あと1曲、ちょっと曲紹介よろしくお願いします。はい、じゃあさらっと、まあ、私も歌を歌って長いんですけれども、その歌うたいの人たちに捧げる歌です。歌うたい、噛んじゃった、歌うたいの歌、はい、トゥルルトゥルルルトゥルル、一つ愛はいらんかいな、誰かが影を明かりはないかいな、六等星ほどの、けどよ風が冷ましてく、知らんでゆく街にさざ波のように、今ここに
何食べたい？ピザランテどう？そういえば国道16号線の古谷の信号あたりにドライブスルーピッツァウッドベイカーズってお店があるらしいよ。ウッドベイカーズ？美味しいの？ウッドベイカーズは木の燃料のペレットを燃やしてピザ窯で焼いてるから、香ばしい木の香りがピッツァや野菜からするんだって。薪で焼くって美味しそうだね。じゃあ電話で予約して買いに行こう。予約しなくても90秒で焼けるらしいよ。でも混んでるかもしれないから電話予約してみるね。ウッドベイカーズ、電話は049-230-3500。見て見て、メニューが豊富だよ。何にする？ナックルヘッド最新作トリビト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。小さな光でもこの手で温めて。ナックルヘッドトリビト、 Now on sale。ということでお時間になってしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ここでお知らせです。ドライブスルーピッツァウッドベイカーズでは LINE 登録していただくとポイントがつくサービスなどを行っています。ぜひ登録をしてお得情報などゲットしてください。また小江戸市場金広では美味しいお米を全国どこからでも楽天市場から注文できます。美味しいお米をぜひ味わってください。この番組へのメッセージは X ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、 Facebook ナックルヘッドまでお寄せください。この番組はドライブスルーピッツァウッドベイカーズ、5つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。こんなに優しい